久松貞武4月29日から1995年6月7日は日本の政治家、愛媛県知事。議会は正四位。君党は君二党。爵位は伯爵。1899年4月29日、伯爵九章帝母の次男として、東京府東京市芝区芝坂町の九章や、本邸で生まれる。聖は九位を松山藩藩主。 久松市の着流である。学習院を経て、東京帝国大学経済学部を卒業後、同大学院終了。1924年に、三菱銀行へ入校し、駒込支店や、本店の預金係長、板橋支店長代理などを務めた後、1931年から、ロンドン支店勤務。1934年に、帰国。1942年に、 三菱銀行を退職した。退職後は財団法人、九州や育英会を経営し、農業法国会愛媛県支部顧問や四国農産工業社長などを務めた。1944年に貴族院議員となり、1947年の第1回参議院議員通常選挙で参議院議員に当選。一気務める。1951年に、 参議院議員を辞職し、日本社会党の支援を得て、愛媛県知事選に出馬した。これは、独善的で反発が強かった現職の青木重心に、変えて、貴族院議員だった佐々木長春を擁立しようとしたが、自由党総裁の吉田茂が、現職の青木を優先したために混乱した、保守陣営を見ての戦略だった。九州は全県を優勢して回って、 絶大な人気を博し、現職の青木と自由党が支援した佐々木を破って、知事に当選する。当選後は一点保守系の軸足を置いて、順調な県政となったが、徐々に革新系の副知事、鳩藤栄一に対する反発が強まったため、白石春樹の発案で副知事廃止条例を制定する。これに対し、社会党は愛媛県議会や法廷で闘争を繰り広げたが、 大王聖子の伊川遺跡ちら財界人が仲裁に入り、旧将は副知事廃止に同意する念書に署名した。また、勤務表情実施にあたっては、教職員組合の強い反発を抑え込んでこれを強行。県内の公共事業の誘致にも力を発揮し、保守王国と呼ばれる礎を築いた。特産品のみかん栽培の振興にも注力し、1952年には、 ポンジュースの名付け親となっている。1963年の4期目の知事選では、保守陣営が派閥対立のために分裂し、北核連合の県政刷新県民の会が結成され、愛媛新聞社長、平田洋一郎が出馬して大接戦となった。旧章を公認する自由民主党は選挙違反も辞さない姿勢で選挙運動を展開して新賞したが、 選挙違反者が続出、総括責任者の白石までもが、選挙違反で逮捕されることとなった。最高裁判所に上告中の1967年に5期目の知事選となり、革新知事の支援を受けた、社会党の湯山勲を寄せ付けずに勝利した。なお、1968年11月1日の明治100年記念恩赦を受けるために、白石は上告を取り下げて、 をを確定させたた上で社受けたこのため、九章の四期目の当選は無効となったが、すでに任期は終わっていたため実質的な意味はなかった。1969年、君に当局日、茂光明を受賞1971年に知事を引退。引退後には、愛媛県美術会会長や、郵便貯金預金者の会中央連合会理事などを、歴任した。 1976年に愛媛県厚労省。1977年には松山市名誉市民の称号を送られている。1995年6月7日、肺炎のため愛媛県松山市で成居。96歳坊津。墓所は松山市の浄土州、大林寺。父は白尺旧庄堤坊。母は薩摩藩第12代藩主と宇宙義の七女、貞子。 弟に、久松貞孝、妻は、白尺小笠原町幹の次女、春江。長男は、久松正。娘二人。高順皇后は10枚にあたり、1953年の第8回国民体育大会と1966年の第17回全国植樹祭で、愛媛県に来県した際には、共に県知事として応接している。また、 松平正七も遠席にあたる。ありがとうございます。